どうもこんばんは。気まぐれ7時放送局115回目です。最近数言ってますね。言ってますはい、皆様映ってますかね。でしょうか。この絵が出てるね、はい、映ってますかでしょうか。見えてますでしょうか。見えてますか。私のカメラからの写真、あ、写真じゃない、動画が見えてますでしょうか。今日はスタジオ飛び出して、はい、飛び出してきました。公園に行きました。桜の見える公園に行ってます。行きました。ちょっと一周してみようか。はい、はい、夜桜ってのもいいもんですね。こんな感じですかね。夜桜といつも別チャンネルでお届けします。あ、そうですね。はい、水産は水産のよりで、はい、青木さんがいました。こんばんは。はい、こんばんは。夜桜はどちらでしょう。お、これね、西区です。西区、西区の、西区の寺尾中央公園です。はい、寺尾中央公園だそうです。はい、昔はね、新潟遊園といって、で昭和40年代の話ですけどね、僕はまだ子供の頃、新潟遊園というですね、遊園地で、スーパーカーなんか来てましたよ。遊園地があるってどういうことなんだろうね。全然想像がつかない。そうだよね、あの、うん、ランボルギーニカウンタックもね、ここに寺尾に来たっていうね、そう、そういう伝説があるんですよ。うん、スーパーカーが好きな人だね。そうですね。こんばんは。あ、今日はコメントがよく見えます。テラチューでしょう。あ、テラチューでしたか。あ、テラチューです。テラチューっていうの？テラチューですね。テラチューだそうです。ちょっとこっちに通してみて。なんで、要はなんて言うんでしょう。夜桜を見てお酒飲んでるような人はいないんですね。いない、うん、誰も一人そうなんです。もっといるかと思ったけど、そうですね、あんまりいないですね。今駐車場のチェーンがかかったところですから、ちょうど。そうなんです。はい。皆さん、じゃあ私のカメラから生産が撮ってる姿をお届けします。こういう感じですかね。生産のところに私が映ってますか。はい。どうも。新潟、あれでしょう。新潟はね、今日暖かい。まあまだうっすら寒いですけどね。まだ寒い、朝の寒いですけど、うん、今日でも割と暖かかったですね。いい天気だね。花も満開になりました。ところ行きますか。はい、そうですね。はい、桜と桜を見ながら。ちょっと画面を切り替える。切り替えましょう。はい。画面の切り替え。せーの。はい、どうも。どうも。どん。はい、はい、どうも、鈴木です。あ、はい。はい。じゃあ皆さんこんばんは。こんばんは。どうも。はい、4月12日金曜日夜10時を回りました。トリオの気まぐれ7時放送局、鈴木さとしトリオ。ドラム&クラスの木ひろみです。そして、はい、鈴木聡シュルのボーカル&ギター鈴木聡です。はい、今夜もよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ちょっと2人一緒に映るのはね、ちょっと難しいんだよね。ちょっと難しいですね。難しいのよね。ちょっとこっちの方が明るくなってるかもしれないね。ちょっともうちょっとこっち行きますか。あ、そうか、明るい方だね。ちょっと明るい電気の方に寄ってみます。ちょっとコメントが見えるかな。お、かわいい。お、かわいいわ。かわいい、かわいいわ。何がかわいいわ。あ、何が、桜が可愛い。桜が可愛いから。はい、ってことかね。はい、はい、ありがとうございます。これ、ね、ずっと桜並木が続いてるんですよ。そうですね。ここはね、遊歩道みたいな感じになってますね。そうです、そうです。はい。今日は新潟一番満開ですから、もしかしてね。今日、明日、明後日、この金土日が多分、うん、一番、まあ、いいと思います。ですね。この週末逃すともう散り始めそうです。はい。はい。皆様、桜楽しんでおりますでしょうか。もう東京の方は散ったのかな。あ、そうね、もう1週間ぐらい早いんですよね。もうでもまだ残ってるのかな。ちょっとコメントをいただければ。そうですね、花にまつわる、先週も言いましたけど、うん、皆さんの桜感などを。桜感、はい。桜の何か思い出なんで、そうそうそう、桜の思い出なんかね、はい、ありましたが、ちょっとのんびりやってますんで、はい、誰もいないんで、誰が来たらちょっと耐えさなさ、そうそうそう、素早くちょっと散りますけどね、はい、まだ誰もいないんで、今度やってますけども。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、今週の1週間。はい、1週間どうでしたか。OK、はい。が、おっとっすら。はい、ね、今週はね、うん、週末、練習があって、その後に、東京から、橋本エミリーちゃんっていう、そうシンガーソングライターの方がいらして、はい、というのも、なんだっけ、投稿にも書いたんですけど、エミリーのおしゃれフリークっていう番組で、うん、ロックンロールマジック流していただいて、うんうん、
そんなこともありながらだったんで、ちょっと直接ご挨拶したいなと思って、で新潟にこういらっしゃるってことでしたから、はい、であの FM 柴田の方に、ご挨拶に来ていただいて、それで僕会いに行ったんですけど、金子君と一緒に会いに行ったんですけど、はい、はい、そんなことがあって、ちょっとお茶会などをしながらですね。生エミリーちゃんどうでしたか？生エミリーちゃんは可愛かったですよ。そうですね、ふとおじさんになってますけどね。おじさんの感想だ。そう。おじさんは、うん、そう。あ、そうだよね。可愛い子を見るとあれだよね。元気になるね、おじさん。まあおじさんだからね、そういう感性。そうなんですよ。おじさんそうです。可愛い子見て元気になるおじさんいないでしょ。そんなおじさん寂しいよね、だって逆にね。今からはですけどもね。待って、コメントをちょっと、はい、読んでもいいですか？どうぞ。下北沢の、はい、沿道、なんで、なんて言うの、沿道は、はい、まだ残ってます。あ、まだ残ってるって。そうですか。桜残ってるそうです。なるほどね。よかった。そうか、そうか。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、団子、はい、桜見る団子、みざらし団子よりずんだ旦那だって。あ、みたらしよりずんだ。あ、そうかそうか、なるほどね。あの種類ね。そう、今日はね、団子はないですよ。団子はない。ない、うん、あのお酒もないです。何もないです。寒くてね、お酒飲むにしてはね、まだ寒いんですよ、こちら。ね、うん。花見はね、寒いですよ。と、はいうことで、楽しい1週間を過ごしたのかな。そうですね。うん、楽しく。私はちょっとお話して。そうだよね。はい。ちょっと。金子君と俺が代表して。そうですよね。うん。いろいろなんか、ね、あの近い知り合いとかもいて、うんうん、また もっともっと話したかったんだけど時間の関係でね、うん、あと何ですか？うん、まあでもそんな感じですか ね、あとはうちにこもってましたね。はい、はい、はい、今日お知らせありますか？お知らせ、あのあれ桜のあれはなんかないの？何今日桜のお話はないのかしら？あ、私、うん、ちょっとね、ちょっと1週間が本当に忙しくて。そうかそうか。ちょっとあの桜のお話を先週したんですけど、はい、うん、なんだっけ、桜の、あ、花見、新入社員の時の花見の、あ、そうですよね、話を先週したんですけど、はい、はい、そんな感じかね。そっか、高田のね、あれですよね、高田城址公園が、そう、観光会がもう真っ最中、もう、すっごい見頃で、うん、私、お友達がね、行ったってって子が言ってね、はい、送ってくれたので、それをちょっといつかシェアします。後で編集してね、はい、皆さんにシェアします。写真もね、高田は、うん、あの日本の最三大桜だそうですね。そうですよね、うん、他の2つは知らないけれども他の2つはちょっと、うん、存じ上げないんですけど、きっと今日盛り上がってるんでしょうね。今日あと土日ね、今日ね、そして新潟市はね、風がないのよ、うん、そうだね、風がなくてね、過ごしやすいです、すごくすごく、うん、いいですね。そう、静かで、なんか香りもするよね、桜のね。うん、しますね、うん、いい香りがします。はい、じゃあ今日はトリオからスペシャルなお知らせがあるということで。はい。はい、じゃあちょっと画面を、はい、画面を切り替えまーす。お押した。すごいのが聞こえました。端っこに向けて。一回ください。スペシャルの。スペシャルな。片手で持ってると、髪が画面しか開けない。ちょっとこれ持ってみます。わかりました。よし、じゃあちょっと。ちょっと、あ、はい、大変。ね、普通に。ちょっと通行人の。はい。通行人のふりをして。自然なふりをした。はい。仲間はね、仲間になりたいって言われてるんで、いいですね、女子が女子がじゃあ我々じゃあここでじゃあ一応、はい、しました。ちょっと空白の時間ができてしまいましたけれども、お知らせを、はい、スペシャルのお知らせいきたいと思います。トリオの6月のライブは決定いたしました。はい、やりてます。今日はさっき一緒で書きました。じゃじゃーん、じゃじゃーん、見えるかな。6月29日の土曜日、東京国立地球屋ライブ決定。はい、国立の地球屋でライブは決定しました。やってまーす。こっち見せてもらっていいですか？イエーイ、はい、はい、見ますか？羊が拳を突き上げてます。決定いたしました。イエーイ、見えてます？大丈夫ですかね。
岩瀬さんの予定開けといてくださいね。はい、ずっと今年に入ってライブしないんですけど。あ、そうですね、まだちょっと今年はね、まだライブしてないかもね。練習は始めてますんで、うん、はい、練習してます。で、地球はとにかくずっと行きたい行きたいって言ってまして、うん、年末だったっけ、前回ライブの時だから、ね、年末か、うん、三鷹のライブの時地球遊び行って、うん、その時に、あ、そっかそっか、うん、そうそう、そうね、今度やるからって話して、まあやるっていう決めたらやることにしてるし、はい、あとは今はもうやりたいところでとにかくやりたいなと思ってて、はい、ね、人生も先があれなんでそっちが短い。そうそう、でもやりたいところでやりたい人とやるっていう、まあ当たり前の話ですけども、はい、それをやっていきたいと思うんで、来週はそのスペシャルなゲストをですね、紹介したいと思います。はい、東京ツーマンですね。ツーマン、はい、じゃあトリオと思う人、一組、一アーティストか、一バンドか、うん、もう本当に ね僕今どっちかな、一番気になってる、一番やりたい人を呼びして、私もね好き、すごい好きな人、ね、うん、いいですね。なんで、はい、楽しみです。私のトリオはステップアップ、またさらにステップアップしていきたいなと思ってます。はい、はい、そんな感じですかね。ですかね、はい、開いてます。どうもどうもどうも、お、拍手が開いてます。ありがとうございます。パチパチ開いてます。はい、こちら、あ、はい、どうもどうも、こっちもね、はい、ストップアップ、あ、じゃあ水さん、どうもどうも、いますいますよ。今私水さんの、これだと二重できないですか。二重できる、ね、あ、そうね、ちょっとすごいことになってますよ。このなんか見た目があれですよね、はたから見たら何をしてんだって感じで、はい、ちょっと、はい、ありがとうございます。はい、はい、そんな感じですかね。そんな感じですかね。はい、あと桜のね、動画もね、毎日毎日俺今週撮ってたの、歩いてて、あ、ほら、なんかさ、いつだったかな、先々週だったかな、うん、ちょっと体健康のために歩きますなんか言って僕言ってたんだけども、うん、割とね、有言実行で歩いてるんですよ最近。あ、偉いね、うん、で歩きながらです動画撮ったので、はい、ありがとうございます。僕もアップしていきたいなと思ってますんで、はい、編集してアップするそうです。はい、私も女子公園の動画をアップします。そうですね、はい、今週やります、土日で、はい、はい、いいですかね。はい、いいです。こんな感じですかね。はいじゃあ、しますか。はい、しましょう。はい、では、今夜の気まぐれ数字放送局、この辺りで失礼します。はい、お相手はトリオ直樹と、はい、トリオの鈴木でした。はい、皆様、今夜もありがとうございました。ありがとうございました。良い週末を。はい、良い週末を。皆さんの桜情報をお待ちしております。はい、お疲れ様でした。ありがとう。じゃねー。はーい。どうもー。じゃねー。あ、こっちもじゃあどうぞ。じゃねー。どうもー。おやすみー。おやすみー。もうちょっとな。